はい、お疲れ様です。エース、これは事故です。いただきます、これ。いただきます。おで、駅前大衆居酒屋のトリオスということで、創業が1971年、結構重さを感じますね。確かにネタが大きくて、今日はね、こちら、居酒屋トリオシさんお邪魔しようかなと思います。基本的にはその和食がね、有名ということで、メニューがね、こちらになってます。今日はちょっとこちらの方にお邪魔しようかなと思います。はい、ちょっと中入ってきます。で、駅前大衆居酒屋さんのトリオシということで、創業が1971年。本当に和食ということで、もう芯のある価格でね、はい、もう焼き物系から、ちょいつまみな感じですね。まあ、季節限定なんですけど、かき酢とかナマコとか、岡山名物のママカリね、あったり、飲み物がね、こういう形になってます。ビールからハイボールからウイスキーで、チューハイもね、あります。焼酎の方もいろいろありますね。はい、ということで今日はこんな感じで、今日のね、日付9月の13日なんですけど、まあ、その日のね、メニューがちゃんと書いてあるんですよね。まあ、その日によってネタが変わってくるということで、今日はこういう形になってます。はい、お疲れ様です。エース、ありがとうございます。はい、ママカリやってまいりました。まあ、ママカリといえば、だいたいその焼いてないママカリをね、見ることが多いんですけど、ママカリのお寿司とか、焼いてるね、ママカリということで、また味も違ってくるんです。はい、いただきます。生き物なんですよ。動くと思うぐらい、こっちにはなかなかね、北海道とか北陸も多いじゃない。すごい、初めて見た。ありがとうございます。もうさっきのやつ見せてもらったら、かなりグロいってことが分かったんですけど、でもそのグロい中でも実はっていう部分をかけて、これからね、食べてみようかなと。うわ、すごい、これなんかもう果物のようなね。え、ありがとうございます。ちょっとナマコに似たような、ナマコのがもっと柔らかくなったような、磯の香りが、食べたことない味ですよ。で、これちょっとポン酢をね、つけて。あ、けどナマコってポン酢だと思う。
あそれにさっき言ったように風味が似てんでポン酢と合わせれば味がはっきりしてくるんで多分これが間違いない食べ方です。正解の食べ方ですね、うん、ちなみにねこの、この部分ですね、食べれないということですね。結構なんかゴワゴワしてんで、まあ、食べれたとしても味がちょっとあれかなと思います。この薬味でネギが混ぜてこれいただきます。申し訳ないです。ニンニク、生姜、ネギ、そしてバサシの味がねしっかりまとまってます。いただきます。柔らかい、ほんとに肉の旨味がすっごいですね。これが、ありがとうございます。1人前は半分ですね。おこれは事故です。カニ味噌でーす。これちょっとカニ味噌もね、はい、これ何も言わなくてよ、もうね伝わると思います。伝わります、ね、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。こういう感じどう？こんな詰まってるんですよ、もう。だからよく言いますよね、カニを食べるときはみんな無口になる。そうなんだね。なかなかね、レポできない。なかなかね、ほんと、しゃべりながらね、こうして。いただきます、これ。いただきます。もう、うん、なんか豆腐みたいな。豆腐みたいな。なんだそれ。これはね、子供の食べるものではない。豆腐と一緒に食えるの。僕が、うん。もうビールの苦さと似たような似たじゃないけど、それぐらいな。苦いのがうまいとか。まだちょっと僕その子供でちょっとなりきれないかもしれないけど、うん、カニって言ったら、はいはいはい、冬なんですけど、この夏場とか秋に出てくるカニっていうのはまた美味しいらしいですよ。なんか自信を持って出してるえりすぐりのカニというか、うん、寿司でやっぱ全て決まると思うんですよね。というわけでこのお寿司の6貫盛りをね、いただきます。大きいですね。うん、結構重さを感じます、これ。大きいですね。待って、して、そういう、大丈夫。めっちゃネタが大きくて、はい、美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。いただきます。醤油がすごい。醤油がすごい。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も。